天津経済技術開発区天津経済技術開発区、または、安氏たちとは、中華人民共和国天津市浜海新区に位置する、経済技術開発区の一つでかつ国家総合拝、東海各試験区の一部分である。経済技術開発区の中での環境評価は2008年まで12年に、渡り、首位を守っている。天津経済技術開発区を英訳すると、 治安時にエコノミック、テクノロジカルデベロップメントエリアとなり、各頭文字を取ると、手だとなることから、この四文字に漢字を当て、安下地という略称が生まれ、安泰、通達という両漢字の意味を取り形容しかされ、また安下地域など国内においては、地名としても用いられるようになっている。当昌平の開発区大有機棒石踏みもともとこの一帯は海に突出した地域であり、 中華人民共和国成立後は、天津市単空区に編入されていた。1984年4月13日から4月15日に、かけて開かれた中国共産党天津市委員会第1回会議においては、何も決定が下されなかったものの、同年6月21日から6月30日に、かけての党第2回会議において、改革開放に基づき、 天津市を開放し開発することを決議、帰り閉幕後に建設が始まることが決議され、同年11月、中国共産党中央政治局の芸志服と国務委員の国木により建設計画を批准した。12月6日には建設が進捗した。同日、国務委員は天津市の大外開放の進捗に関する中央13号文献報告を出しており、 現在の探空使場三分上を経済開発区として指定する。東は海防路から、西は共山線、南は計画中の高速道路から、北は北み町に至る33平方キロメートルに及ぶ土地である。と発表し、経済技術開発区として同地が認められた。百八十五年九月二十日国民政府は国民報告を承認し、 同地の計画調整を図ることに同意し、その区域を、東は、海防路から、西は、京山線、南は、新港四号路から、北は、北包みち女子横に至る33平方キロメートルに及ぶ土地と改めた。1986年8月21日には、当時の中央軍事委員会主席たる、東昌平が、 当時の天津市市長たる、李隋館と共に同地を訪れ、開発区大有希望と筆を走らせ、後に碑文が混流された。また、当昌平は同時に、市中心部と海岸の間に、荒野が広がっているのはかんばしくなく、国力を持って、早急に同地を開発することを述べた。1992年には、モトローラ社が、 同地に改革開放開始以来の巨額たる1億200万米ドルを投資した。2009年11月9日、国務院は天津市の行政区画整理を承認し、単空区、韓国、大港区は新設される浜海新区に統合されることとなり、これにより同地は一つの行政機関にまとめられることとなった。東は海防路から西は共山線。 南は、新仰四ー路から、北は、北つつみちんちに至る33平方キロメートルの土地である。道地は、北海湾の西側に面しており、海が退ぞいた、海岸平野であることから、かつては塩田であった。平均標高は2.5メートルであり、外して東側が西側より標高が高かったが、土地整理が行われ。 平均標高は3.5メートルほどに上昇した。同地の地質状況は有料であるものの、地盤は柔らかく、地下には断裂帯が走っている。よって、建物は地震列度7に耐えられるように設計している。気候としては、温暖湿潤気候と亜寒帯湿潤気候の中間に一致するような、日本で言えば仙台市に近い気候であり、四季は明瞭に分かれている。 これは、北海湾に面しているためである。また、年平均気温は12.6度、月平均気温は7月が、年間最高で26.5度、年間最低は1月で、氷点下3.3度である。同地における、歴代最高気温は1999年7月24日の40.9度、歴代最低気温は1986年1月4日の、 氷点下15.4度である。月平均日格差は5.1度から10.9度で年、平均降水量は 566mm、年平均63.4日の降水である。年間平均日照時間は2731.9時間で、平均の初霜日は11月10日、晩走日は3月18日、霜が降りないのは年平均218日である。 同地界隈の地図同地は、初回指定時の領域の一部は包括しておらず、大体として、竹清志区の一線科学工業区、東霊区の天津経済技術開発区西区や、西青区の西青美電子工業区、浜海新区内の天津館古現代産業区等を包括している。2009年4月、天津安下地管理委員会と共同で南高工業区を開発する。 南港工業区管理委員会が発足した。天津経済技術開発区を西に延伸した地区。1996年に成立、天津経済技術開発区を北に延伸した地区で、ハイテク産業や学術施設等が進出する予定である。西青区大地震に位置する東区は、天津市中心部に最も近い地区で、 1996年の成立以後、北部中国で最も良好な発展を見せ、IT 産業等が進出している。1993年5月に成立し、電子産業や機械産業等が主の地区となっている。同区は、天津南港とも呼ばれ、浜海深区の海岸線南部を占め、化学工業を中心とする総合的な重工業が、 集積する地帯となっている。世界の大企業500社のうち、76社が存在し、以下に、その一部を列挙する。浜海快速東海路駅転身開発区路面電車1号線、中国国鉄の安下地貨物駅がかつてはあったものの、現在は使用停止となっている。また、建設中の津畑旅客専用線の浜海駅が、この界隈に設置される予定である。 それ以外は、浜海快速と、天津開発区路面電車1号線が開通している。道路網は、大通りの第1対外から第11対外が整備、されている。空港は開発区より、約3 0トルの地点に、天津浜海国際空港がある。中国サッカースーパーリーグに属する天津公私府の、本拠地が当地区内の天津安子たちが球場である。 同地が開発されるにつれて、教育辞任も要されるようになったことから、国際化を視野に入れ、1984年に、渤海解放大学が成立、翌年3月700名の定員となり、さらに翌年、500名増員された。1991年、文教衛生局が同地にできたことから、1993年6月に、 障害職業中等専門学校が、1994年12月6日には、安子たち幼稚園、同年末に、天津経済技術開発区国際学校が開校、内市は開園した。1996年10月、障害職業中等専門学校と、文教衛生局によって、土川君中心が誕生し、また、同月に、安子たち第二幼稚園も開園した。 続く1997年4月、天津経済技術開発中等専門学校が、同年7月に、安氏た第一小中学校、翌年初めに、南海大学大立キャンパスの建設が寄工され、2000年8月28日に、開校した。天津開発区へ国家級開発区投資環境総合評値。 12連覇に安下地区氏の名称釈儀アーカイブド2010年6月1日アットザウェーバックマシン電信経済技術開発区間誌第1章タイタチ壁立て第一節欠作アーカイブド2010年6月1日アットザウェーバックマシン東昌平大潮も無機劇人民網2011年2月14日閲覧開発区大有希望 総点新開発組、ショートック先行先、司令規定。新華社。2011年2月14日閲覧。浜海前弁、またくらへしゃげ与えやすしたち。2011年5月12日時点のオリジナルより、アーカイブ。2011年5月8日閲覧。当時は制作及び法律上外資の導入が、できなかった。 天津経済技術開発区間誌、第8章社会発展予精神文明建設第1節、教育アーカイブド2010年6月1日、アットザウェーバックマシン。ありがとうございます。